福崎町立神崎郡歴史民族資料館、福崎町立神崎郡歴史民族資料館、福崎町立神崎郡歴史民族資料館は、兵庫県神崎郡福崎町にある博物館。1886年春工の洋風建築である、旧軍役所の保存と活用を及び、地域文化振興を目的として1982年10月に、開館した。 正面玄関に据えられた上端にアカンサスの葉が彫刻された典型的な古林都市式の円柱、角柱等は西洋の新古典主義建築の様式を取り入れたもので、また館内の群長室であった部屋には様式岩炉が設置されているなど、この地域の明治の文明開化を象徴する建造物でもあった、兵庫国コ,コ,コロンカードの対象施設になっている、明治十九年発行の 神東信西五里園閣坊によればとある。別に、道長南田原八丹田集落の伝承によれば、受け追い、中島林平とは、後の姫路中島組の初代代表であり、実際にこの庁舎を下請けとして建築したのは、八丹田生まれの自社大工、中村光太郎で、彼は2年後の大屋根落下事故の時、所有の田畑を売り全額賠償したとのことである。なお中村光太郎とは、 明治43年に姫路城大修理を受け負った姫路市教の町寺社大工、中村組投領である。ありがとうございます。